動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ソロモンプログラムやっていきましょう。はい、ですね、これ前回の、ソロモンプログラムより続けてやっております。その理由がですね、フラッシュバックストーリー、こちらを今回やっていきたいと思います。今回っていうか、この回からフラッシュバックストーリーを、1個ずつこのクリアしていこうかなと思っております。だから、通常の、ソロモンプログラム配信とはちょっと別枠でやる感じですかね。さあ、一回ね、試しで浄化して薬剤、こちらをやりましたが、もう一回やっていきましょうか。滅菌弾で3体同時撃破。で、このフラッシュバックストーリーは、一応ストーリー仕立てにはなっていまして、出撃の、モンスターが限られている。で、その中のそこの中で、ある一定の条件下で、クリアしていくという感じになりますね。はい。メカニズムの練習だけ、俺はこの銃で攻撃する、ね、少し離れたところからの攻撃が基本になるというわけで、もう完全にこのメカニズムの練習、メカニズムをうまく組んでいくだけの、モードになりますね。はい、一旦これでノーマルでやっていきましょう。獲物だ獲物だ。キングってこいつしかいないけど、じゃあもうど真ん中でいっか。了解、援護頼む。どの辺でストーリーだっけ。キーだけ。さて、こいつを使って世界を元に戻す。届かない。さあ、相手が増えてる。キングもすぐに出撃。よし、きっちり始末してやる。やってみな。そこら辺喋んない。そんなこと言ったような気がする。アウト、45のダメージ。おっと、これはさて、これ外すと、これ外すと世界を元に戻す。もうアウトなんですが、いいんですか。3体同時撃破って書いてある。希望の弾丸、ここだ。シルバーバレット。さあ、ボスを倒しました。これで終了でいいのかな。俺は浄化師、悪い病気からみんなを守るのが仕事。おっ、こいつは希望の弾丸なのさ。というわけで、何にと滅菌弾で3体同時撃破というわけでした。多分3体同時撃破はやってないから、ね、あ、はいはい、こういうことですね。まず1回目が駅ボスを撃破すると。で、2回目となると、3体同時撃破に、なっていくんですね。ただ先ほどの通り配置があまりちょっと良くなかったので、3体同時撃破にはなりませんでした。浄化と薬剤師、長きにわたり繰り返されてきた戦いの記憶、すべての浮上は浄化師ベックが清める。
キングの、出撃残り7ラウンドの間にこの条件を、駅機を倒すっていうことなんですけども、そのサブ、サブクエストの条件としては、メッキン弾で3体同時というになっていますね。はい、一応どうしようかな、サブクエストは、いや、サブクエストはちょっと置いとこうかな。ちょっとね、難しいかなと俺の力では難しいかなと思います。基本的にこのストーリーを、見ていく形になります。はい、というわけでですね、1は、クリアいたしました。まあ一旦してクリアいたしましたが、まだ短いんで、2話、やっていきましょう。登場、映える苦エビ、闇あるところに光あり、フラッシュに照らされし、希望の光、苦エビ参上、取って取って、何言ってんだ。ああ、味方が増えるですね。はい、エキキキ撃破ですね。はい、やっていきましょう。苦エビですね、これですね。インスタント映え、シルバーバレット、さあ出撃。インスタント、インスタ映えするにはね、どう盛るかが重要。ちょっとくらいの嘘は当たり前エビ、バレることもあるけど。この人の声聞いたことあるね。聞いたことあるね。敵だな。敵だよ。キングを選択。さあ今回のキングどうしようか。あー、ニガエビは体力少ないから。ここでそのインスタ映え狙ってください。敵は全部ジャッジカネー。さあ巨大病毒因子、エキキキエキキキです。腹減った。いいの取れた。さあ出撃どこ。もうこれは普通にね、エキキキを倒すだけなので、特攻してもらいましょうか。これがバフなのか。これはバフなのか。あ、最高エビ。これもバッチリ。これもいいエビ。さあ、フォロワー拡散やるエビ。取って取って。はい、フォロワー拡散してくださいね。行くぜ。全く効力はわからない。どう。行くぜ。ここで使う。行け。この男インスタ映えするね。さあ、そういうことか。攻撃すると毒をまとうのか。あ、まずいぞこれ。通って通って。おっと、これ間に合うか。さて、こいつを使って世界を元に戻す。世界を元に戻せるか。秘宝の弾丸、ここだ。シルバーバレット。どうだ。やりましたね。勝利のエビちゃんです。Thank you.
会社に酷なことをするな死体蹴りをするなここが新しい住みかか違います新しい住みかではないです。クリアしました。次はスーパーデトックスで味方の状態異常を回復して勝利。あーえスーパーデトックスもないです。スーパーえちょっとスーパーデトックスってなもしかしてあのインスタント映えるの力っていうことわからん。どうしようかな。まあストーリーはあるとしてももうあの文章だけでストーリーねあの語ってるのであとはバトルをやるっていう感じなんで、バトルがまあ短いので2つぐらい進める感じかな。そんな感じでやっていきましょうかね。はい、動画もまあちょっと短くはなるんですけど、それで、なんかまあなんとかそのねあの回数を増やしていきたいと思います。はい、というわけで次回はですね旧友との再会をやっていきます。はい、それでは今回はこの辺でバイバイ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。